470 はい、どうも星野川星です。今日はですね、前回のインディアンウェルズ3917ヤードプレイヤーズコースのフルバックティーから、ゴーターが、ラウンドしている模様をやってるんですけれども、今日は4番ホールからですね、なんといきなり470ヤードパー4です。470ヤードパー4でも470のアゲンスト500あるな。500はあるな、これは。そうそう、500ある、500あるからこそフェアウェイだよね。オッケー、狙いどこは左のバンカーの右、まあ、カート。オッケー、じゃあカート道路狙いでお願いします。470ヤード。あー、また引っかかっちゃった。あ、ちょっと引っ張りました。記録286ヤードですが、チーピン。はい、ティーショットを曲げて木に当たってしまったので、4番ホールはセカンドを木越えでフェアウェイに戻す作業です。結構大変です、これは。あら、木に当たった。はい、3打目ピンまで201ヤード、まあ、軽くアゲンストなんで今4番アイアン持ってますね。クボちょっと弱いかも。あ、取れそう。ティーショット曲げて2打目を木に当てましたが、なんとかパーパット。あ、思ってる、曲がった。ちょっともう一個上のラインのリーディングが甘いね。これ 4% ぐらいあるはずだからね。 3.5 ぐらいでやっちゃったから、10フィートだと 4% にした方が良かった。ナイスボギー。苦しい。5番ホール469ヤードパー4です。ちょっと力んだね、もったいない。飛ぶんだからポーンと風乗せればいい、まあ、もう一回打ってみ。悪くはなかったけど、それより120フィートぐらいの球をイメージした方がいい。強く叩くことより。そう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 。OK、完璧。いい球だった。ちょっと心配したけど。今のでね、301ヤード。今のでも低いよ、25ヤード。うん、でも、クラブパス全部、フェースパス全部ゼロ。うん、あ、畳んで、まあ。アッパーに角度がつけばその分上がるかなって感じ。うん、わかる？あそこのグリーンの右奥のキー狙って6番アイアンでいいんじゃない？オーバーすることはないから。フルショットして大丈夫。ピンまで190、6番や。うん、言ったところ行ったよ。風とキックでどう？ほら、キックしてきて。あ、ちょっと弱い。なんか、まあ今の場面ですね、セカンドショット、風の読みが難しくて。Thank you. Thank you. 右に直角ドッグレッグしてたので、風が今度サイドウィンドかフォローかっていう。まあ、ちょっとフォローめかなっていう読みで6番アイアンで打ったんですけれども、完全に風と当たっちゃってて、実際は、いい当たりだったんですけどね、175しかキャリーしてなくて、15ヤードのチップが残ってますね。
46度のウェッジを持っています。あそこないしょ、ちょっと強かったです。あ、練習も強いです。これだったら51だったっぽいな。さあパーパット苦しい展開です。3900ヤードオーバー、ちょっと苦戦中。あ、やっぱそこちょっと来るよな。ちょっと気になってたんだよな。ボギー、どんまい。OK。459ヤード、パー4。そこにカートいるから打てねえじゃん。打てない。6番ホール、459ヤード、パー4。左から11時ぐらいか、10時ぐらいから風が来てます。10時ぐらいかな。うわ、引っかった。あ、やっぱ入っちゃうな。スプラッシュ。もうちょっと逆に左足を使った方がいいんじゃない？左に入れてない。左足を蹴った方がいい。蹴ったらアップが増えるじゃん。ダウンブローだから今の左行っちゃってる。もう一回打ってみましょう。今のも悪くないんだけどさ、アッパーを増やした方がいいでしょ。あ、それは両方やっちゃったからさ、フェースとアッパーだけ増やせばいいの。手でやっちゃダメだよ絶対。クラブパス変えちゃうと全部曲がっちゃう。もう一回打ってみて。でも今のキャリー287ヤード出てる。基本的には球をもうちょっと高くした。はい、ドロップして3打目、128の 1% で130ヤード、46度を持っています。これは左十字からのアゲンストだね。うん、それはダメだね。6番ホール苦しい展開、4打目です。何番でいったの今？8。8番のランニング渋いのできたね。昔日本にいる時だったら絶対やんなかったでしょ。まあいや無理でしょそんな。わかんないけど、しばらくゴルフしてない人間がいきなり上げてとかうまくいくわけない。練習してください。ナイスアプローチ。これもいい必死でございます。後ろも来てるし、いいかな。うん、OK。 はい、ということでですね、4番、5番、6番の長いミドル3連チャン苦しいんだね。3連続ボギーどうですか？厳しい。厳しい。なかなか。なかなか厳しい。ケチがらい。池にも入るしね、頑張ってるんですが、3連続ボギーです。ということでね、皆さん、ゴルフはアプローチとパターです。だけれども、ティーショット大事です。今日はね、ちょっとゴータはティーショットが散ってるんでね、苦労してますけれども、これから7、8、9の動画をね、また後でアップしますので、今日はここまでということでね、4番、5番、6番の模様を見ていただき、インディアンウェルズプレイヤーズコース、3900ヤード超えのこの9ホール、中軸をね、見てもらいました。今日の動画がいいなと思った方はぜひグッドお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。カリフォルニア最高だよ。